はい、皆さんこんにちは、アラフマンです。今日はですね、ミニマリストへの道ということで、引き続き洗面所の片付けをちょっとしておりました。でですね、洗濯用洗剤2つ私持ってるんですけど、よく使ってるのはこのナノックスと、MR ですね。もうここ数年というか、ずっとこの2つを使い続けてというか使い分けて持ってたんですけれども、ミニマリストを目指すにつれて同じ用途のもの2つはいらないよっていう、いろいろな考え方あると思うんですけど、これの中でなんでこれそもそも2つあるんだろうなと思って、改めてこうちょっとよくよく見て見直してみることにしました。で、通常の洗濯ではね、ナノックスをいつも使っていて、で MR を使うのは何かというと、スーツとかをね、年にこう何回かとか洗うときにスーツこれ使ってたんですけども、最近テレワーク多くなってスーツ使わなくなったということもあって、ほとんどこの MR 使ってなかったんですよね。というところで、物減らすかっていうところで、どっちか2つのうち1つに絞り込もうと思ったら、MR 使ってないからナノックス残そうかなと思ってたんですけど、ちょっと最近 MR じゃないわ、ナノックスの方がだいぶ減ってきて、あと少しで使い切るなっていうタイミングがあって、裏をねよくよく見てみました。そうすると、ナノックスの方はね、すすぎ1回でいいよっていうのと、で、MR はおしゃれ着用っていうところで、ドライコースで洗ってねっていうのと、こっちはすすぎ2回必要なんだなっていうのが読み取れました。で、結局やっぱいるよね。おしゃれ着用だし、おしゃれ着洗うとき、おしゃれ着っていうかおしゃれじゃないですけど、スーツ洗うときには必要なんで、MR は残さないといけないかなと思って、成分とか見てたら、界面活性剤っていうのが、ナノックスのは 56% で、MR の方は 21% というところで、そこの汚れを落とす成分かな、の違いがあるんだなっていうのは分かりましたっていうところと、あとね、用途っていうところ見てたんですよ。あ、そっか、なるほどね、ナノックスの方は綿と麻と合成繊維が使えるんだねっていうのを分かって、MR はですね、毛、絹、綿、麻、合成繊維って見て、おやって思ったんですよ。MR って、私、おしゃれ着用って言ってたから、おしゃれ着専用だと思ってたんですけど、これ、よくよく見てみると、綿と麻と合成繊維って、MR の方も含まれてんですよね。私、間違ってないですよね。綿と麻と合成繊維、そう。で、さらに、毛と絹も使えるっていうところで、なんと MR の方がオールマイティなんじゃないかっていうのにちょっと気づいちゃいました。もしかしたらその界面活性剤っていうののパーセンテージが低いから、少しこう汚れ落ちは少ない、汚れ落ちの力は弱い、ただその分こう服に対するダメージ少ないのかななんて勝手な解釈、これ私の勝手な解釈なんでね。で、ちょうどナノックスももう残り少なくなってきたので、これナノックス使い切ったら、ちょっと私は MR1 本でやってみようかなと思ってます。で、改めて普通の洗濯に MR 使ってみたんですけど、特に問題なくね、落ちてるというか、そんなね、子供と違ってドロドロに汚れることないですからね。汗ぐらいの匂いとかなんで、それももう MR のちょっといい感じのリフレッシュグリーンの匂いっていうのかな、香りか。これによって落ちてるかなって感じてるので、ちょっとしばらくはこれ一本でやってみようと思っています。皆さんどうですかね、洗剤って結構いっぱい持ってるのかな。私柔軟剤とかも前使ってたんですけどね、もともと結構前はね、ダウニーとかハマってた時ありましたけど、ダウニーも結構好き好きあるから、ちょっとこうダウニーやめようかなって控えてる時もあったりとかして、結局柔軟剤もね、ほぼ使ってなくて、使い切ったタイミングでもう手放しちゃいました。で、洗濯用洗剤も今2本なんですけど、ちょっとナノックスは手放してみて、MR1 本でやってみようと思ってます。なるべくね、物少なくなってくると買うものも減ってきて、すごく快適なことを実感していますので、もしよければご参考にしてみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。私、アラフマンはミニマリストへ目指しつつ、いろいろ片付けを進めているところです。よければ他の動画もご参考ください。はい、失礼します。